今日はくるくるお顔キューブだよ。それじゃあまず1はアンパンマンとメロンパンナちゃん2人の顔が出てくるみたいだよ。2番目はバイキンマンとドキンちゃん、バイキンマンとドキンちゃんの顔。3つ目はコキンちゃんと赤ちゃんマン、2人の顔で遊ぶんだよ。4番目は食パンマンとアンパンマン、食パンマンとアンパンマンの顔が入ってるんだね。1からちゃんと見ていってみようかな。メロンパンナちゃんがパン工場の中にいるのかな。これはドキンちゃんの部屋だね。ドキンちゃんの部屋が書いてあったよ。3はどうかな。3は赤ちゃんマンの部屋。そして4はこれもパン工場かな。今度はアンパンマンとメーケンチーズがいたよ。逆の方も見ていってみようかな。これは1、アンパンマンが1を持ってる感じ。そしてこれは2、バイキンマン逆さになってるね。そしてこれは3、コキンちゃんがいるよ。最後は4、食パンマン、食パンマンも逆さになってる。じゃあこの1234を並べて上に重ねていってみようかな。こうして3と4、それからこれをさらにこの上に重ねていってみよう。下から1234、4段になったよ。横から見るとこんな感じ。じゃあここで回転させてみようかな。全部きちんと合わさると回転するんだけど、ここは回転するね。アンパンマンのところが1がちょっとまだ合わさってないのかな。あ、全部動くようになったよ。食パンマンにこれはどうかな。コキンちゃん、ドキンちゃん、そしてアンパンマン。ドキンちゃんは食パンマンを見て目がハートマークになってるのかな。じゃあこの2と4だけでちょっとやってみようかな。これで食パンマンを見てドキンちゃんが目がハートマーク、ちゃんとこのところに止まれるかな。バイキンマンとアンパンマンが邪魔をしているよ。なかなか止まらない。どうだ、ここで止まったよ。アンパンマンのくるくるお顔キューブ楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。